じゃ、かくすけです。エバーフット続きをプレイしていきます。さあ倒していこうじゃないの。コズミックハブ、こっからナイトパレードに行くんだっけ。扉には鍵がかかっている。ナイトパレードじゃない、最初のクラブに行くって言ってたよね。え、いやあ、楽しめたならいいんだけど、ダンスしに戻りたいのかい。あの扉ってちょっと待てよ、あの扉の電池のやつってやっぱ先にやるべきなのかな。ちょっと気になるから一回メインメニューに戻って、先にそっちやっていいですか。続けるの、これ残してる分、宝物庫のやつ先に、あの腕を取り返す前に茶色の魔法使いのところに行ってみようかな。帰り道って楽できないんだっけここ自力で帰らないといけないんだっけ。あの力を手に入れてからは自力で帰れた、簡単に帰れたような気がするんだけど、ここって結構頑張って帰らないといけないんだっけ。そっか、またここか長いのよねここ。でも先にやる価値はあるよね。あそこの鍵がかかっちゃったっていうのはやっぱり先にしろっていうことな気もするんだよな。電池手に入れて、それを渡すんだよね、茶色の魔法使いに確か。なんかいろんなセーブベータに重ねないようにちょっとセーブ分けてたけど、真ん中ってついつい消しちゃいそうだから一番下に移動させようかな、その電池の作業した後は。ここの曲好きなのよね。なんかバカンスしてる感じで。電池って本当にそこだったのかいまいち分かってないんだよね。茶色の魔法使いさんが何かを欲しがってたことはわかるんだけど、などがギョロギョロ言っております。で、そこで分岐があるかが気になります。エンディング分岐があるらしいんですよね、このゲームって。だからそこがもうまず最初の分岐になる可能性はあるよね。いや、セーブデータ残しておいてよかった。ずっと気になったまんまプレイするところだったからね。レッド君はそういう力を持ってたから腕をもがれたんだよね、きっと。全員倒していくことには変わんないかもしれないけど、先に試す価値はやっぱりあると思うな。え、こんな表示になってたっけ、こんな夜になってたっけ、前来た時って。大丈夫？すごい紫色になってる。うわ、怖い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 、帰ろう。はい、帰ります。一回帰ってセーブ。ちょっと待って、ここに入れるかどうかだよな。いや、工芸品ミトタウン、はい、入ります。よし、やっぱここ入れるな。はい、楽しんでる？うん、はい、セーブ。一番下に
セーブします。よし、電池取ってきたよ。はい、 OK。 かける、何くれる？ああ、よし、ようやくトイレの電源が入れられる。やっぱトイレなのか。ああそうだ、約束をしたんだった。そうだそうだ、ラバライトだったな。ラバライト？いやはや、どうやらなくしてしまったようだ。だがトランポリンを持ってきたら何かをあげよう。絶対の約束だ。いや待てよ、もうすでに絶対の約束をしていたな。軽率なお願いをお許しください。君の努力に対し報酬を与えよう。私の城に通じる秘密の入り口を開けないとな。お、なになに。よし、誰にも言わないでくれよ。秘密の入り口は水がある場所の南にある。石の山と扉が見つかるはずだ。鍵は開けておいたぞ。あ、オッケーオッケー、ありがとう。こっから下のとこね。やった、気になってたのよ、ここ。はい、おー、茶色の魔法使い、これ絶対この世界の核心にかかってるでしょ。看板にはこう書いてある。設定で色弱者対応モードをオンにしよう。私はオンの方が好きかな、特に戦闘中は。素晴らしい設定だね。大量の本がある。読んでも読んでも永遠に終わり、読み終わらなさそうだ。え、読ませてよ、ちょっとは。わ、絵が描いてある。大量の本がある、読んでも読んでも、うん、あの子たちじゃん。これはなんだ、これで、魔法使いの帽子に目、これモンスターかな。で、線路があって、雷博士。あ、はじめまして、茶色の魔法使いさん。頼む、助けてくれ。長い間麻痺したまんまなんだ。茶色の魔法使いが解放してくれない。え、あの金魚ちゃん、うわー、茶色の魔法使い確信でしょう、絶対。親愛なる茶色の魔法使いへ、近頃君は何もしたがらないじゃないか。小さな穴に引きこもって食べてばかり。私と同じレベルにいるやつは他にいないんだ。退屈でどうにかなりそうだよ。キノコたちのところに行ってみるのもいいかもしれないな。それとも、もちろんあのルビーは肌に離さず持ち歩くつもりだ。あー、キノコちゃんにもらったもんね。これはあの細いキノコちゃんかな。緑の魔法使いより、あ、緑の魔法使いだったのか。本当は頭いいんだろうな、緑の魔法使い。これね、これのことじゃない？うん、だよな。こんにちは。ようこそ友よ。残念だが悪い知らせがいくつかある。私の仮説の計算が間違っていたようでな。とても珍しい棒がいるんだよ。特別な棒は持っていたりしないよな。何？持ってるのか。普通の木の枝ですけど。渡してくれ。終わらせるぞ。素敵な棒を渡す？はい。やっとだ。いろいろくれたお礼だ。君にこれをあげるよ。黄金の鍵だ。やったー！この鍵は秘密の扉を開く。ありがとう。やあ、友よ。いろいろ手を貸してくれたな。この黄金の鍵が君の役に立つことを願うよ。私の隠れ家のことは秘密にしておいてくれるよな。はい。あー、やってよかった、やっぱり。手入れの行き届いた時期のトイレ。高価そうに見える。高価だな、きっとな。自動洗浄付きなのかな。そうは見えないな。はい。OK。これで、植物屋さんのあそこが開けられるのかな？
い、こんにちは。うちゃちゃん、ここの曲好きよ。開けちゃうぞ。カーチン、厳重に鍵がかけられた箱。黄金の鍵を使う？ちょっと待って、動いた。怖い。セーブ。一度セーブ。はーい。はい。じゃあまたね。はーい。よし。開けるぞ。はい。何か強い力を持つ者が黄金の鍵と共鳴しているようだ。本当によろしいですか？はい。なんだい？ですよね。だからセーブしたんですよ。で、私はもう攻撃手段を持っていないと。今の私は。お、かっこよそうだ。クラブミュージックっぽい曲が。なんだい？強大な力って言ってたな。うわー、ちょっと待って。動画の様子を見ていた。音量を見ていた。はい。曲いいねー。あ、やば。OK。はい、よし。OK。いいねー。あ、よしよしよし。うわー。よしよし、OK。よし。いいねー。うわー。音ゲーっぽい。コナミの音ゲーっぽい音楽が。はい、オッケー。じゃあ、まあ無理よ。それ無理。あ、よいしょ。はい、はい、はい、オッケー、オッケー、痛い痛い。あー、しまった。普通に食らった。あー、しまった。やば、やば。抜けたな、今途中で。なんで途中でそんなことを気にしてるんだっていうやつよね。こんな酒芸の途中でね。ふう、やるぞ。ゲイ。あれ？あれ？ダメになったかもしれない。私ダメになったかもしれない。いいよ、曲が楽しいからいいよ。何度でもやり直そう。ふう。はい、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 オッケー。はい、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 はっ、オッケー。はい、ほ、オッケー。はっ、はっ、はっ、よし。右に避けた方がいいのか、左に避けた方がいいのか。ほいや。ほ、ほ、ほ、オッケー。ふっ。いや、左の方がいい。あー、しかん。左右。あ、遅い。交互だ。次。あ、違う、ずっと。はい。ああ。壁一回当たったっていいのよ。よし。はい。はい。オッケー。いいよ。はい。はい。無理ー。よし。あー、いかん。よし、オッケー。あー、あかん、食らった。よし、オッケー。よし、よ、いかん、いかん。よし、えい。結構このゲーム優しいから。あ、当たり判定優しいから。
わーい、オッケー、よし、オッケー、分かってきた、よし、はい、はい、いいよ、はい、おい、よし、いいよ、よしよしよし、これはいかん、さっきの場所はいかん、うん、はい、はい、オッケー、はい、いいね、曲、よし、あ、いかん、食らったの、今の、やばー、くわー、やばー、回復、いやいやいや、ギリギリ回復していた、よし、よし、オッケー、オッケー、はい、よし、オッケー、お、オッケー、いいよ、手が震える、怖い、怖い、はい、こっからどうする、どう来る、激しくなるのか、終わるのか、よし、終わった、イエス、アルビーだ、あ、違う、エメラルドだ、ついに私は風から解き放たれた、すぐ会えることを祈っている、さらばだこの悲惨な世界よ。エメラルドくれないの？力と魂は結合し、時として神々の果実と呼ばれるものになる。世界には様々な宝石が存在する。多くはすでにその存在が知られてはいるが、知られているが、まだ見つかっていないものも多いだろう。宝石の持つ力と真に力を真に引き出すには、宝石を使用者の肉体と魂とに結合させる必要がある。そしてそれは結婚の宝石と呼ばれる。宝石との結合を行う場合には注意が必要となる。完全に結合した時、自我というものを根底から変えてしまう傾向があるからだ。それは本質的に自然に反することである。融合の過程が大きな苦痛を伴うことはよく知られている。宝石が結婚の宝石となるためには、五感のうちの最低でも一つを置き換えなければならない。視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚、宝石が真に力を発揮するためには、少なくともその一つを犠牲にする必要があるのだ。まあ、味覚か嗅覚かな。はい、それが宝箱の中身か、これにはみんな驚くだろうね。そうか、エメラルドくれなかった、そうか、くれなかったか。他は何だろう、うん、楽しんでる、うん、どうしよっかな。私の城から出るつもりはない。外は恐ろしい、殺されてしまう。秘密の入り口は、うん、緑の魔法使い、うん、楽しそうだね、うん、村人たちは永久に感謝するでしょう、うん、じゃあこれをなんとかして結婚したいね。ダメなのかな、ダメなんだろうか。もう一回話してみようか。さっきのやつ倒したから、あの人は多分エメラルドと結婚してるんだよな。なんか世界の秘密的なことは知ったが、これ以上のことはないかな。何かのフラグが立ったような気がするから、このセーブデータでちょっと進めていくつもりですが、その時計ってなんかないのかな。もう一回お願いします。もう一回、時計にわざわざはしごがついてるってなんかありそうよね。
時間とは一時的なもの。何個ありそうなんだけどな。あと気になっていることといえば、城のステージで、城のステージで、秘密の扉がありますよみたいなことを言ってたのがありそうかな。もうここは何もないのかな。帰ろう。よし、やっほー。予想外のことが起こると思え。秘密の扉ってどこですか。心と魂があるって聞いたことがあるけど、それ秘密の部屋があったりして、それなんです、秘密の部屋。もうあそこのモンスターのところではないと信じたいけどな。でスライムの板ショップですね。秘密の扉のヒントってあったかな。ここから来たんだな。魔法使いさんに話しかけられない。ここにいたのが紫の魔法使いだったよな、確か。だから今は豚さんのところにいると。そういうことですね。秘密の扉ってどこなんだい？ひぐー。迷惑かけるな、よそでやれ。秘密の扉どこ？迷宮。怖いよここ怪しいよね。虹の輪郭を持つノームのシルエットの絵、真ん中に人型の生き物が描かれた稲妻の絵、夜の街の絵、真っ二つに裂かれた絵、たくさんの苦悩する人々が描かれた大火事の絵のようだ。赤い魔法使いの帽子の絵、これの絵がさっきのと関わってる気がするよね。ここ火つけられそうなんだけど、何もできないのかな。いや、ブルーがいないとダメとかあるかな。もうダメかもしれない。調べる順番とかあるかな。写真撮っときゃよかったな、さっきのとこ。やだよ、こっち行きたくないんだよ。こっち行きたくないな。はあ、心を無にしろ。食らっても大丈夫。あ、食らってる実績の6解除だ、やったバッドラック。一瞬で入って、一瞬でやられたんだろうなよっしゃ、トンチャントン。はい、でんでれんでんでれんでんでれん。逃げない、逃げないで見ろ。こでん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 。あー、でもまだ、まだ来るね。最後まで行ってみたい。ふっ、ふっ、あー、ちょい、はい。あ、戻った？あー、もう逃げないとダメかもな。あ、ちょ、普通に乗り逃す。変わってるかも。
はい。はい、さよなら。目を閉じたら捕まっていました。怖いから目を閉じました。私は目を閉じて住んでいました。もう食らうよ、もういいよ、あーもういいよ、当たっていいよ。どっかにね、隠し場所があるかもしれないからね。私は心を無にしてね、ここを渡っているわけよ。怖い怖い。はあ、あ、ここに鍵があって、さらに奥に何かあるかもしれない。いや、この人も倒せるんだろうね、きっとね。腕を手に入れたらね、何もなさそう。何もなさそうだよ、これ。うわあ、目つぶる。怖い。ああ、怖い。隠し場所、絵をもう一回確認しよっか。はい、さよなら。帰ろ帰ろ。これってランダムで飛ばされるのかな。あ、帰ってきたね。よし、帰ってきたぞ。どんな問題。さて、まあ絵のところだと思うな。同じ絵が飾ってあったからな。調べる順番かな。それがこの、うん、大火事のやつの、ちょっとわかんないな。うん、もう一回さっきの絵の並びを確認してみます。うん、ねえ、秘密の部屋あるんだろうな、きっと。そんなことないかな。ちょっとね、考えてみます。で、この前の途中まで倒していった記録はもうなかったことにして、もう一回同じ繰り返しに若干なってしまうので、そこの部分はね、すでに回収した魂の部分は私が裏で取っておきますので、うまく、うん、続きからになると思います。ではでは、今回はこれで終わりにします。ご視聴いただきありがとうございました。